今日はですね、結構貴重な動画です。先日3日間だけね、成人式があったんで地元にね、帰りました。まあ面白動画っていうかね、旅動画になっちゃうんですけども、こちらです、どうぞ。1月9日、時刻は朝の5時48分でございます。成人式でちょっと帰省するということで、まあちょっと池袋にいるんですけど、まあ、僕はねお金持ってないんでね、夜行バスでねちょっと帰省したいと思います。まあだいたい岐阜までだと新幹線で2時間、高速バスで6時間って感じですね。はい、朝の6時25分、東京駅にね着きました。まあね、山手線でね膝から物ドカーンと落とす人もいるし、自分ちみたいにいびきかきながらね寝てる人もいるしね、もう大変でしたよ、いろいろと。はい、バス案内掲示板みたいなのありますね。ここかな、三角とバスとか丸とかなんだろうね。丸だったら乗れるのかな。あ、これだね、これこれこれ。名古屋6時40分、9番、バイバイ東京、また会おう、寂しいよ。はい、11時45分、だいぶなんかちょっとね田舎の方に来ましたね。めっちゃサービスエリア経由しまくってます。ほぼバスから降りてないですね。北瀬名古屋、ももクロが国立来た時のアーリン風ね。ツインタワー、ボード学園ね。ただいま1時50分、お昼ごはんね食べに来ております。元町コーヒーだよね、うん、兄貴とねその友達の今から大分に帰る友達がね迎えに来てくれました。せーの、こっちに普通にしましょうね。ここですね、雰囲気としては闇の取引現場的なね。うちの取引としてはこれですね。だいぶこれヤバいものが入ってますよね。縛りプレイを受けているイロハ、今日は新幹線ですか。新幹線で帰ります。新幹線で福岡まで行って、あ、福岡行くか。そこから特急で1時間。小さな小さな街、やらけ元気きつき、カメラがあるだけでさ緊張して、こう水の減りがすごい早いっていう。これが普通の人で緊張したらこれだけ水の減りが早い。はい、今夜の9時半です。夜ご飯を食べにね名古屋に今いるんですけど、てっぺんか、てっぺんに食べに来ました。じゃじゃん、まぜそばです。おー、これ食べたら明日は地元の岐阜に帰ります。2日目、朝の8時25分、電車が早い、帰れない、撮ってる場合じゃない。はい、ということで2日目の4時ですね、成人式の今終わったとこです。この2人に見覚えはあるかな。こんばんは、東京でお世話になりました。やりたいね、あのヒッチハイクね。やりたいね、やりて、成功させたいよね。そしてまた東京に帰りたいね。まあ小学校からね、お世話になってる中学校になってる。こいつが唯一超えなくて、俺とこいつだけ、対戦ね。俺と、うん、あ、いけない、レジェンダリー級中2秒モンスターが。はい、ということで成人式でした。2日目の夜10時です。成人式が終わって、2次会行って2次会終わって、あの人を待ってます、泊めてもらうところでね。これ見てほしいの、田舎なんだけど、ちなみにね、ど田舎じゃない、うちはね、超田舎です。ちょっと田舎みたいな、もうすごい向こうまで見えるでしょ。辺り一面何もないから、すごい遠くの山の辺りが光ってるんだけど、向こうに山脈があって、逆に何、建物があって見えないんじゃなくて、暗くて何も見えないね。ファッションもどこでも OK、 のぐそもどこでも。はい、3日目のお昼の12時、昼ご飯を食べに来てるんですけども、おちょぼ稲荷ですね。日本三大稲荷とか日本五大稲荷とか言うんですけど、この前の動画で伏見稲荷来ましたよね。あそこは多分一番有名なんですけど、おちょぼ稲荷に来てます。ソース味噌どてか、さっきのね、エースがね、ここにいるから。はい、ということで3日目最終日、11時45分、百合の噴水前でございます。これで旅が終わって帰るわけでしたけども、どうでしたでしょうか。友達と久しぶりに会えたって感じですね。もう次はね、いつ帰れるか分かんないんですけど、次は新幹線で帰りたいと思います。はい、ということで朝6時でございます。池袋に帰ってまいりました。帰りを祝福するかのような、見えるかな、雪がね、初雪が降ってるの。東京の初雪、ほら雪です。岐阜でも降ってなかったんだけどね。よかったよかった、旅でした。